どうも、おかえりなさい。さっきの視聴者さんから視聴者さんから、いっぱい届いた動画は見てくれたでしょうか。ちょっとさすがにあれと一緒には喋れないんで、今回別で動画を上げております。緊急的に。で、何喋るかというと、サクサクいきましょうか。時間も時間やから、まず1点言いたいことがあります。何かっていうと、コメントっすね。っていうか、前の動画もコメントに対してだったんで、まあコメントに対してあんまり反応するのもちょっとどうかなっていうとこあるんですけど、さすがに今回は頭に来てます。頭に来てます。どうしたんですか？何かっていうと、ちょっと待ってね。よいしょ。社長、最近怒りん坊さんだから暑いから怒りん坊さんになっちゃってる。いや、多分ね、そんなことないです。これ多分ね、リアルに更年期障害ちゃうかなって悩んでます。ね、そう。俺こんなにイライラする性格だったかなみたいなぐらいイライラはしてますね、正直。いや、でも元々、あ、いや、なんでもないです、ごめんなさい。まあもう知ってる人は知ってるか分かんないですね。コメントくれる方でも、僕は1名2名は一緒にその方についてちょっとコメントし合ったことがあるんで、はい、分かってるとか思うんですけど、これなんて読むやろな、この人。え、名前出すんですか？出しますよ。ウィー、大東ひろしって読むかな、大東ひろしって読むかな。ピー入れますよね。第二東にひろしですね。ちょえ、このおっさんなのかおばはんなのかどっちか分かんないですけど、この人なんなんって感じなんですよ。っていうのも、前からなんかいろいろ茶化すコメントっていうか、まあアンチ的なコメントはいただいてたんですけど、まあ明らかに板金塗装屋やろうなみたいな、どっちかというと塗装屋じゃないかなって僕は予想してるんですけど、この人いちいち難癖つけてくるんですよね、僕の動画に。でも僕が頭の中でいつも処理するのは、ファンの人も、はい、アンチの人も行為としては見るっていう行為なんですよね、はい、動画を見てくれる。だから僕の動画作る動画、うちの BIC チャンネル愛してくれる人も、このアンチの人も行為としては同じなんですよね。見るっていう、見てくれてるっていう。だからどっちも僕のファンやと思って、はい、理解はしてたんです。で、まあよく YouTuber なんか言うのが、炎上してなんぼやと、アンチが来てなんぼやと、アンチコメントが来ない動画は面白くないってことですよなんていう動画を見たことあったんで、あ、まあまあ、うん、反対の意見も出て一丁前なんかなとは思ってたんですが、ちょっとさすがにね、こいつ舐めてんなって感じがしたんが、1回目はちょっとカチンときたんが、はい、アルファード、僕の奥さんのアルファードをオークションで売ります、はい、アルファードが高騰してるんで、はい、買った値段より高く売れましたっていう動画なんですけど、はい、それに対するコメントがちょっともう見るのめんどくさいんで、はい、なんとなくうろ覚えで言いますね。まあ残ってるんですけどね、携帯には。なんだったかな、会社の車経費で使ってる車で偉そうにすんなみたいなコメントやったんですよ。そうそう、法人名義の車を何調子、なんか自分の車みたいな私物化してんねんみたいな。いやいや、あれ俺自分のお金やし、現金で買ってますから。っていうか、なんでそんななんか予想で言うんかなみたいな。まあそうであってほしい希望なのか願望なのか妬みなのかそねみなのかわかんないですけど、うん、まあそこまでは許せる範囲やったんですよね、僕の中で、うん、ただ今回ちょっとえぐいなって思ったのが、こいつ昨日だったかな、口だけは昔から一丁前やな、爆笑、後輩の走り屋くんにキャッシュバックしてたん誰かな、知り合いの修理だと現金渡してたん誰かなって、前回挙げた変な中古車が間違ってきた件っていう動画なんですけど、まあサムネイルに板金塗装屋は ATM かみたいな、まあそれ見てなかった。うん、キャッシュバックはしちゃダメだよっていう、お客さんに、お金を返したい保険金を使って事故、修理をして、キャッシュバックよこせみたいな、変な客が来たからこういう風に対応しましたよっていう動画なんですけど、今の感じだとなんか知り合い、そんなこと、いや、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、おっしゃる通り昔からみたい。え、どういうこと？口だけは昔から一丁前やなって、ってことは、はい、俺のことを知ってるんやって思ったんですよ最初、はい、でしょ、もうそんな感じがする。知ってる人、でも僕の予想ですけど多分知り合いじゃないと思うんですよこの人。はい、うん、いや分かんないですよ、知り合いかも分からへんし、友達の友達かも分からへんし、先輩かも分からへんし、後輩かも分からへん、は
一体どこの同一、しかも男なんか女なんかわからないおばはんみたいなコメントなんだ。あなんで、で、まずここですよね。だから俺の知り合いなのか何なのかよくわかんないと。で、この続きがカチンときてます。もうこれはいいんだけど、もう昔から口だけ一番ええやんまだ誰に対しても言えるんで、そんなそれはお前やろって話やし。で、後輩の走り屋くんたちにってあるんですけど、ぶっちゃけ僕後輩に走り屋なんかいないんですよ、一人も。先輩にはいてるけど後輩に走り屋って一人もいないんですよね。これが意味わかんない。で、まず僕走り屋じゃないし、多分僕の予想ですよ、これも僕の動画を見て、なんとなく細田に走り屋の周りに友達がいそうみたいなイメージだと思うんですよ、多分ですよ。あー、なんかちょっとイメージ的になんか、うん、僕が M3 とか乗ってるから、はい、多分友達周りに後輩とかにこいつ走り屋いそうやなみたいな、で走り屋とかやったらキャッシュバックしてそうだなみたいな、なんか多分イメージで言ってんじゃないかなっていうのが僕の予想なんですよね。で、知り合いの修理だと現金渡してたんか誰かな、知り合いの修理だと現金渡してたん誰かなって。いやいやいや、これね、完全に僕ちょっとやりすぎやろって思うんですよ。一線越えてきたなみたいな。やってもないことを言われて一線越えてきたなって思いましたね。で、はい、これ言ったらいろんな人が見れるわけですよ。で、知らない人がこれを見たら、え、細田って言ってることやってること違うじゃんってなるやんか、ぶっちゃけ、はい、で、これが間違ってるっていうのを立証しようもないし、はい、でしょ。なんで、ちょうど僕ね、たまたま今日ね、顧問弁護士と電話する機会があったんですよ、はい、部長もよく知ってるよね、うちの顧問弁護士、はい、部長と同い年の丸丸先生、はい、超イケイケ、はい、超イケイケ裁判官にモノモノスっていう人なんですよ。裁判官がもうこれで和解しようね、和解金140万でどうですか、いえいえいえ裁判官それはないですよ、160ですよって面と向かって言うような人なんですけどニコニコしながら切れる人、ニコニコしながら超イケイケ弁護士が僕の横に2人ドンって言ってるんですよね、はい、で、まあ当然こういう商売やってますから、僕も、取締りやってますから、いろんな相談が来るわけですよ、やっぱり車に関してね、はい、で、その案件を全部その先生に紹介してるんですよね、いろいろ、はい、で、先生からすると、まあ、仕事を依頼されてるって形、はい、なので僕はもうその事故が解決すればお客さんが喜べば、それも、はい、仕事の一環だなと思って、はい、車の事故に関してはもうお客さんに説明して、こういう弁護士さんがいてるんで紹介しましょうかって斡旋して、まあ、やってると。まあ年間ね、年間でそうだね、だいたい多い時で100件少ない時でも50件ぐらい振ってるんで、はい、僕に関し対してはかなり そのパートナー的な扱い、まあ、当然ご飯も一緒に行きますしね、晩ご飯も、はい、お酒も一緒に飲みますし、部長も一緒にご飯行ったことあるよね、あります、面白い人なんですけど、はい、まあ、その先生に今回のこの案件をちょっと言ってみたんですよ、冗談で、うん、こんなん来てるんですけど先生どう思いますって、はい、っていうのも誹謗中傷とかそういうのに僕ちょっと興味があったんですよ、はい、っていうのもこれから動画をやっていく上で当たり前の話ですけど、どん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 名前が売れていくと、うん、で、僕に対する攻撃はまだいいんですけど、こうやって対応できるから自分で、うん、でメンタルも強い方なんで自分、ただ部長とかね、例えば UK とかタックンとかに誹謗中傷が来る可能性はあるわけですよ、これから、うん、もう根も葉もないこと言ってきた来るやつもおるし、想像でこいつみたいに想像で言ってくるやつもおるし、本当に何も考えずに言ってくる人もいてるじゃないですか、うん、で、受け取り側がなんていうの、思った以上にダメージを受けることもあるし、で、実際芸能界とかもそういうのあるじゃないですか、それで自殺したとか、いや多分そういうことなんだろうなって、やっぱり動画とかネットの SNS とかっていう、まあ言ってしまえば子供のいじめもそうですよね、 LINE グループ LINE で今やったりとか、まあうちの子供4人いてますから、そういうリスクヘッジっていうのはやっぱ頭の中で考えるんですよね、でっていうのがちょっと頭にあったんで、これ面白いなと思って先生に相談したんですよ、これで社名を送ったんですよ全部、うん、そしたら第一声目に先生が言ってきたのは、あ、これいけますよと、いけますかと、じゃあお願いしていいですかと、え、やりますよと、で本来相場が20万から30万ぐらいかかるんですけど、まあ実費費用で言ったら3万円ぐらいでいいっすよ細田さんだったらって、え、マジっすかみたいな話になって、じゃあ3万円でお願いしますってお願いしたんですよ今日。何をやと思う？お願いしたんですか？はい、何をやと思いますか？何を、さっきのコメントですか？はい、さあ画面越しの皆さん、一体細田は何をしたでしょうか。もうこれ編集せんから自分で言うね、ドゥルル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 ルいや、え、ちょ、本当にしたんですか？本当にしましたよ。え、もう、あ、そうか、もちろんやってるもんね。あれ、はい、これ何をしたかっていうと、
開示請求ってやつですね。まあもうここに文字も出しません、もうめんどくさいんで編集するの。開示請求しましたね。開示請求の依頼をかけました。ってことはもうあれですか、特定できるやつ、住所と名前は速攻で特定できますね。でこの文章の内容からしてもいける内容じゃないかと、要は誹謗中傷に入ると、根も葉もないことを言ってると。まあ誹謗中傷っていうのはその横に横並びで名誉毀損とかいろんなものがくっついてくるんですけど、まあそれで開示請求をかけると、 IP アドレスから。で先生もやったことがあるって言うんで、ああ全然一緒にやりますよって言ってくれたんで、うん、こいつやります。開示請求いくからな、お前。ちょっと待って、え、今これ動画にしていいんですか。はい、しますよ、全然ありですよ。当たり前ですやん、言ったことに対して答えてるだけやから。え、PUY、 いや入れない、今回入れない、入れる必要もないでしょ、ブレー極まりないもん、はっきり言って。ていうか個人的にやろうぜって話、はい、うん、個人的に、え、個人的に、うん、個人的に。だから本来こういうのって動画使うのはどうかなって思ったんですけど、ぶっちゃけあのうちのチャンネル見てくれる人ってコメントも見るんでね。だからうちのチャンネルみんなが見てくれてる、その僕の中で空間の中での話なんで、うん、まあこれも動画にしていいんじゃないかなと思います、うん、で開示請求にはちょっと一定期間時間がかかるらしいんで、まあ忘れた頃に、まあ、開示請求が出ましたと。でどこどこの誰々さんって名前が出てくるんで、出てきた時に次何するか考えます。まあ期間があるんでね、いろいろ楽しすぎるよこれ、面白いこと考えれるもんね。名前と住所さえ分かればどこで働いてるかまで楽勝で分かるからね、すぐ僕のご連使えば。全国の材料屋さんとかほとんど僕知り合いだからね、つながってるし、部品屋さんもつながってるし、材料屋もつながってる、車屋さんもつながってる。とあれ、いやでも擁護する感じになっちゃうかもしれないけど、でもいいコメントっていうか気づかせてもらえるようなコメントもくれるっちゃくれる、あったっけそんなコメント。私はなんかまあそう、うん、まあ、言い方とかはあるんだろうけど、うん、まあ、そうだから僕もあの このコメントが来るまでは全然許容範囲やったんですよ、うん、いいんじゃないって、消す必要もないし、みんなが見れていいんじゃないですかって、で茶化して返したりもしてたんですけどね、雨であのお体に気をつけてくださいねとか、今日は寒いですねとか言ってたんですけど、で明らかに一線越えてきたなと思って、だ舐めてるでしょこれ完全に。だから目には目を、歯には歯をはしたくないけど、悪いけどちょっと今回は動きます。まあ動きますっつって俺何もする必要ないんだけどね、たまたまさっき言った僕の隣にそういう敏腕の凄腕の弁護士さんがいてたん でその人が普段から僕がお世話になってるというか、向こうも僕にお世話になってる形だったんで、今回電話で、あ全然いいっすよ、もう細田やりますよって、あのついで仕事やし、そんなに動くことがないみたいなんで、内容証明送ってなんかどうのこうのって言ってたんで、まあちょっと時間どれぐらいかかるかわかんないですけど、まあ早めに蹴りつけて開示させますって言ってたんで、まあそれを楽しみにしようかなって。まあどこで働いてるかまでわかればね、まあ例えばいきなりカメラ持っていくとか、そこの社長がもし知り合いなんかやったりしたらね、俺の知り合いの知り合いなんかやったりしたらね、これは楽しいですよ、何できるかなって話ですよ。企画やっちゃおうかなみたいな、どんな企画でもできるからね、うん、まあ、でもちょっと会って喋ってみたいなと思ったことは、いやまあ確かにね、喋ってみたいな、喋ってみたいかな普通に。まあこういう、そういうことです、そのご報告です。あ、なので今からとりあえずこの人をブロックします。え、ブロックもするんですか、はい、もうこれが決定した時点で弁護士が入ったってことなんで、この人と僕の間に代理人が入ったってことなんで、もうこの人と接見禁止というか、僕の中でこの人と関わりたくないので。え、てかブロックってできるんですか。できますよ、だから今からブロックします。だからこの人がもうこれから僕のチャンネルにコメントしても多分できるんでしょうけど、あの乗らないです、あなたは乗らない、何を打っても。だから打つだけで気持ちよくなるんだったら打てばいいと思うけど、あ乗らないですあなたは。え、でもこういうコメントが来ましたよみたいなのはどうなんですかね、見れるんですかね、こっち見れない。いや見れないと思う、だからもう向こう、その送信みたいなの押しても無効になる、この人だけは、うう初めてですよこれするの。どこだ、あった、はい、この人。あ、うん、写していいの？ブロックします、今から。はい、ブロックしました。もうなんで、もう打っても意味ないっすよ。あとは、あの待っててください。僕からコンタクトが来るの、どんな形か分かんないけどね。
まあやり返すって話なんで、あなたが気持ちいいような相方はしないですけどね、普通に。多少なりでもダメージ与えるようなあのコンタクトの取り方になると思いますけど、そこは了承してください。お願いします。ってな感じ。社長を怒らせたら怖いのに。いや、本当ね、あの相手選べやってもね、怒らされて選んだ方がいいと思うけどね。うん、ただでも今回本当に面白いな、実験的っすね。だそういう誹謗中傷とか、そういうなんていうかな、コメントって誰でも打てるから怖いんですよ、はっきり言って。相手の気持ちになれとまでは言わんけど、うん、打つ前に一旦考えた方がいいと思うね、これ打つべきかどうか。だその何の意味もない、なんかこれはこうやろうとか、お前もともとこうやったやろうとかね、そういうなんか予測とか、なんかなんとなく想像でコメントするのは本当にやめた方がいいと思う。意味がない、気分が悪い、普通に。でそれも社会現象とか社会問題になってるじゃないですか。だからもう多分知らないんでしょうね、そういうことすら。自分があのポチッと押すことによって誰が傷つくかとか、どんな波及効果が出るとか、多分そこまでまあ想像できないからこういうコメント打つんでしょうけど、ただちょっと考えてほしいですね、普通に。人間として、常識として。じゃないとこんなんがまかり通る世の中だったら終わりですよ、ほんと終わり。で何より僕がこんなにイラ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 してるのは、ごめんなさい、本当にこれ見てる人、短気やなとか、しょうもないな、人間ちっちゃいなって思う人はもうどうぞ思ってください、構わないです。ただ僕が何が一番腹立ってるかっていうと、この業界の人間だからなんですよ。だから余計にイライラするんですよね。こいつ何やねんと、何がしたいねんってなるんですよね。だからまあちょっとあのやらせてもらいますね、個人的に。本当に口だけかどうか見せてあげましょう、僕が。ってなとこですね。え、本当にあげるの、広報さんのイメージ変わっちゃわない？変わっちゃわない？いや、別に作ってもないし、これが僕なんでね。だから、あの、多分分かってくれる人は分かってくる。もう少人数でもいいんですよ、僕は。大衆に受けたいとも思ってないし、こういう人間性ですと。はい、さあ仕事に対しては真面目ですと。板金塗装愛してますと。従業員も愛してます。会社も愛してますと。一生懸命やります。これが僕です。で、突っかかってきたらやり返します。普通に。当たり前です。一線越えてきたらね。だから普通の意見とか全然受け入れるし、実際謝ろうって思って謝ったこともあるよね、動画で。はい、だからガンジベタ置くなとか、そんなん全然いいんですよ。確かにその通りやし、忙しくてやっちゃいましたなんて言い訳になるだけだから、うん、すいませんと謝って次が気をつけようってなるだけの話やし、うん、ちゃんと受け入れる部分は受け入れる部分で、なんていうかな、共有範囲は自分だから持ってるつもりなんですけど、うん、今回に限っては、あの、受け入れがたい。はっきり言って受け入れがたいというか、これを黙って見過ごすわけにはいかない。普通に考えて、子供たちにそんな、なんていうかな、教え方、俺はできないね、コメントするとか。まあ僕の動画言うたら、僕の小学校の先生、僕の子供の小学校の先生は見てるんですよ、見てくれてるんですよ、で僕の子供たちも見て、友達も見てくれてるんですよね、だから僕ヒーローみたいになってるんですよね。でそれもなんていうかな、その夢じゃないけど、やっぱそれで一つのコミュニティができたりして、それが僕の家に子供たちから入ってきたりすると嬉しかったりするんですよね。だからそこまで考えてくれるとは言わんけど、そういう子供たちもコメント見るんですよ。だからそういうね、根も葉もないことで、あたかももう僕の知り合いみたいな言い方してくる時点で、こいつちょっとないなと思ったんですよ。厚かましすぎるし、はっきり言って、俺の周りにお前みたいなやつおらんわって、一人もボケって思うんですよ。なんでまあどんなやつか、まあそれどうせこの大東広志大東なんかなんか知らんけど、どうせこの名前もどうせ本名じゃないと思うんですよ。適当な名前でしょ、どうせ。なんでまあ名前が分かればほんまに大東広志って出てきたらびっくりするけどな住民票なんでもう電話があったんで、とりあえずそれでやりますんで楽しみにしておいてください。いってらっしゃい。